い、焦げ丸さんいらっしゃい。はい、水キングさん、こんばんは。この小さな勝利と呼ぶことにしよう。よし、行きますか。あ、びっくりした。何、誰かと思った。ロボットびっくりした。誰かと思った。やばいな、グアさんか。ロボット頑張って、お前が頼り。いった。よし。あー、いらっしゃい、ケントさん。え、何今の。なんか乱射したぞ今。いった、今謎の乱射が始まったけど、なんだ今。今日何時まで、とりあえず今日の目標70かな。70までいけっかな今日。なんか10ラウンド進めるのにもだいぶ時間かかったからな昨日。パーナスに変えようかな、ラウンドを早く進められる。やべ、かっこよかった。パーナスの方がいいよね、ラウンド進めるのは。多分ラウンド進みやすさはファーナスの方が上なんだよ。デッドワイヤーは1回の削りが短いから、短いっていうか少ないから。こんばんは、赤間違えました。はい、どうも。いらっしゃいませ。レンタローさん、どうもこんばんは。今日ゾンビやったら35まで行きました。おめでとうございます。やっぱ30超えがね、一つの壁だと思うよ。やっぱ30超えが一つの壁だと思いますよ。ファーナスにしようかな。ファーナスの方が弾持ちいい。そうだね。ショットガンにつけるならファーナスの方がいいね、できれば。やべ。デッドワイヤー発動頻度は高いけどね。削りが少ないから、ファーナスに比べて。はい、うさぎさんいらっしゃい。メマラさんこんばんは。はい、パンドラボックスさんいらっしゃい。ファイアワークスはショットガンにあんま向かない。あとポイントが入んない点も含めちょっとなしかね、ファイアワークスは。小森じゃないから別にデッドワイヤー使う意味もないね。あんま、あ、まあ、ないことはないけど、あんまりあれだから。やっぱこもってる関係上、発動頻率、比率が高い、頻度が高い、あのラワーワイヤーの方が強いけど、トレインするならブラストファーナスでいいんだよね、できれば。実際のところ。はい、初見ということで、軽めにやります、私生活さん。なんとも、こんばんは。あー、やらかし。あー、いらっしゃいという、久しぶりで、どうもこんばんは。
はい、しばしましたこんばんは、よっしゃい。まあ30の次は50目指せばいいと思います。まあ、50の次は70って。こんばんは、ひまず東島。うん、ずっと2日前からずっと放置してる。2日前ってか、やってる時あの生放送してる以外は全部放置。うん、ファイアワークスは武器によって変わるよ、威力は。はい、ミシンさんこんばんは、いらっしゃい。はい、ジャイアさんお疲れさん。野口さんこんばんは。はい、ニーさんいらっしゃい。逆連があるからまあなんとかなるでしょ。はい、オメガさんいらっしゃい。あー、トモさん久しぶり、どうも、いらっしゃい。ずっと放置してた、ずっと放置してた。はい、キツネさんいらっしゃい。今日は70かな、とりあえず。70までいけりゃいいかなーみたいな感じですね。70はやりすぎだね。でも70、65から70ってとこかな。まあ、時間によりいけるかいけないか、まあ、とりあえず65までいきますか。とりあえず65までいって、余裕が、時間に余裕がありそうなら70までかなーって感じ。まあ、とりあえず65行き目指しましょう。お、ラッキーなもんが出たぞ。今日も死ぬからワクワクとか言ってやめてくれ、応援してくれ。昨日32ラウンドぐらい止まった。うーん、昨日が32で、昨日ってか、あの何、金曜日やった時に32まで行って、昨日土曜日で52、あー、またシールド壊れた。52でし、じゃあ52で止めて、また今日52からって感じかな。トレインが むずいな。早く歩きすぎた今。早く歩きすぎ。ギリギリまでこう突き連れてこないといけないね、本当は。シールドないとこいつが発動しやすくなるからちょっと嫌だな。はい、アッキーさんいらっしゃい。リアさんとマルチは今日はちょっと無理かな。ちょ、ゾンビやってる関係上マルチができないから。これラスト軍団じゃない多分。そうだね、ラスト軍団だね。じゃあシールドマン取りに行きましょうか。はい、ヨムさんいらっしゃい。今で何回落ちましたっけ？何回落ちましたっけ？どういうこと？おとといこれ謎解きやっと終わった。おめでとうございます。まあ一番難しいんじゃないのかな、ここが。謎解きは、実際。他のマップと大して難しくないからね。まあ、デア以前もアプリケーションエラーの悪夢が起きなければ、まあ基本的にはできるからな。ボックスでアニー出しましょう。まあアニーも出してもいいけど、別にアニーねー。はい、ショートさんいらっしゃい。はい、アジサイさんもどうも。そういうのめんどくさいよね一番。はい、抹茶さんいらっしゃい。
何回？今日2回じゃない、まだ今これ最初3ラウンドぐらいで1回ダウンして、昨日ね剣を遊び半分で使ったらダウンしたっていうね。やっぱ剣はダメだねっていうのよく分かった。剣遊び半分で使ったら死んだからね昨日。剣が意外に弱いっていう。いいんじゃねえか。よいよ。よし、もうちにカンコラもやる。音楽鳴らしてください。音楽？何音楽って。あー音楽流せない。ここは流せない。流したら怒られる YouTube。 ここのマップ音楽流せない。YouTube に怒られるから流すね。すいません、ここのあのデアアイゼンとか絶望の島なら流せるんだけど、このマップはね音楽流すとあの YouTube にね著作権侵害だーって怒られるからね、ダメ、流せない。はい、ひろとさんこんばんは。いらっしゃい。はい、おたづけさんこんばんは。あ、クロックさんお疲れさんでーす。ファーナスのな、ファーナスのこの万能作用、ファーナスのこの万能作用。うん、ファーナス強えわ。まだ脇切ってない。脇切ってからで消すわ。ブラストハーナスは。ちょっと、あのカトンボ。何時頃までわかんないけど、とりあえず60、最低65。最低65。いけたらの話だけどね。いけたら最低65。まあ時間に余裕があれば70。これで脇切ったかな。よいしょ。1日ごとにダウンだから次回で終わりかなとか言って、わかんねえぞ。ラウンドがこう進んでるからいつダウンするかわかんないから、低ラウンドで死ぬことはまああっても、低ラウンドで死ななくても高ラウンドで死ぬことはよくある。俺の場合逆なんだよね。でも低ラウンドでよく死ぬけど高ラウンドであんま死なないっていう、なんか逆なんですよ俺は。なんか忘れてると思ったらロボットこのラウンド呼んでねえな。あー、ひまじんさんいらっしゃーい。じゃあ今日ね本当は違うゲームもやろうと思ったんだけどね、ちょっとうまいことできなかったんでまた次回以降と。うまく起動ができなかったんで、次回以降と。おうつは消毒だー。よし。ファーナスいいね。削りがいいわ。デッドワイヤーに比べて削る数が多いからすげえ優秀だ。トレインにおいてはね、やっぱ小森戦法を使うのはワイヤーの方がいいんだろうね。発動の頻度が高い。フルパークにしてください。いやー無理だね俺。パーク前には持ってきたけど、まああれならあれプラスワンを全部一個ずつ飲んでいけばいけるけど、まあ無理だろう。はっきり言ってミニウルキックとかいらないからね。まあ、スピードコーラも実際いらないんですよ。まあこれプラススタミンアップがあればロルザロが使いやすいかなっていうだけで。
別に、あとスタミンアップが欲しいだけなんですよ、ね、こういうプラス。渡すな。はい、いらっしゃい。そうだ、ね、ラブライバーの方で、こんばんは。昨日見れなくてすみません。いえ、全然いいですよ。昨日始めたのがエラー遅かったんでね。11時くらいから始めたんで。申し訳ない。逆にこっちこそ申し訳ない。こんな夜遅くにやっちまって。はい、レミさんいらっしゃい。DLC3 について、多分今週が E3 でしょ？今週 E3 だからまあ、楽しみですね。いつだっけ？ E3 って明日、明後日？一番最初のカンファレンスがあるのって。明日、明後日どっちだ？多分今月中には DLC3 の多分話は出ると思うけどね。やべ、ゾンビガチデーです。あー、どうもこんばんは。ゾンビまったりデーです。よろしくお願いします。はい、ナルさんから、どうもこんばんは、いらっしゃい。PS3 ゾンビやってるんですけど、ヒューズが取れません。どうすればいいですか？なんで？なんで取れない？逆に。バグってってこと？これ PS3 もやったことないからわかんないや。バグって取れないってことなの？武器何持ってるんですか？シューシャイニングとロルザロゾールです。シューシャイニングがブラファー付きです。はい、ゴッドさんいらっしゃい。おっと、また下ネタキッズ湧くのが早いな、今日は。やば。長いなあ、ここまで来たら一ラウンドが。あれにシャーマハさんからこんばんは。 PHD は欲しいけど、今となってはどうかな。今となってはあんま必要じゃない気もしますけどね。だって今となってはあんまり使い道がないんだよ、実際。だってレイガンとか使わないでしょ、皆さん。だってみんなレイガンとか使わないでしょ。使わないならいらなくないって。レーガンとかデサのタックスとか使わないでしょ、だって。ミートワゴンとか。だって、こういう改造追加効果の方が強いじゃないですか。だからあんまり PHE が必要かっていうと怪しいんですよね。もし PHE があったら、なんだっけ、あいつ、なんだっけ、パンツァーゾルダートの電撃が無効になったりするから多分いいと思うんだけど。でもそれだけのために PHE っていうのもアホらしいからね。それは対爆でいいって話。はい、初見の佐野さんからどうもこんばんは、いらっしゃい。今日何ラウンド？今日65ラウンド目をとりあえず一応目標としますね。下ネタキッズ、今日湧くの早かった。いつももうちょっと遅く湧いてくるのかと思ったら今日は早かった。やろうすればラウンドどこまでいける？じゃあ、このゲームを最後まで見ていただければ俺のあれがわかりますね。どこまでいけるかがわかります。今日も下ネタキッズです。何歳かな、14歳とかなんだろうな、15歳とか。多分翔さんと同い年ぐらいなんじゃない、分からんけど。ニュルキック飲む必要がないので飲みません。まず飲む必要ないしね、ニュルキック。一番このマップで飲む必要がないパーク、ニュルキック。まず武器3つ持つ必要ないし、まずニュールキックいらないっすよね、はっきり言って。高い割にあんまりいらないっていうのが面白いですね。
はい、こんばんは、いらっしゃい。伊沢よいさん、こんばんは。もう一人伊沢よいさんがいるけど、まあいいや、もう一人新しい人、どうもこんばんは。 BHD と一緒に BO のスカベンジャーが使えるならない。スカベンジャー、スカベンジャーであのスナイパーライフのことでしょ。スカベンジャー、あ、そうか、スカベンジャーがもし仮に復活したら欲しいわ。 PHD フロッパースカベンジャーとあれあればめっちゃ強いよ。それはスカベンジャーありのあれは強い。でもよく見たら VR11 にちょっと似てない、これ形が、形似てるよ。だやばい、よし、これラスト集団かな。昨日続き、そう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 です、昨日続きっすよ。あ、キビタモさんいらっしゃい。すごいですね、まだやってたんですか。いや、まだ続けてられてるんでやってますけどね。最初の3ラウンド目で死んだのが結構痛かったな、実際のところ。実際3ラウンドで死んだのが結構痛かった感はあるけどね。もうちょい あそこで1回死ななかったら、もう1個リバイブに余裕があったって考えると、壊れた。ドゥーム買った方がいいっすか。まあドゥーム面白そうって思うなら買ってもいいと思うよ。まあ全然あの面白いゲームなんで、買ってもいいと思いますよ。いや全然面白いですよ。クソゲーではないんで。ファイヤーセールか。はい、ホスダーリンさんこんばんは。人間に戻るやつ、そうね、サラリーマンに戻すやつ、リーマンに戻すやつ、ビジネスマンスタイルってやつ。ラウンド回った？まだどっかにいるな。ロボット頼んだ。ハハハ、お前やるな。ロケットブーストやってみるわ。ロケットブーストまた後で少数にゾンビになったらやってもいいの。あ、ヨッシーさんいらっしゃい。リアルタンはどのマップが好きですかね。何の話かな。ゾンビの話か。ゾンビはやっぱムーンだな。なんでこんな肉団子いっぺん出てくるの。一匹いなかった、どっかに肉団子先生。ハイズリはうざったいな、まずいな。ラウンドの湧き始めが一番怖い。やべ、引っかかった、危ね。とりあえずロボットがくたばるまでロボットに任せよっかな。全部改造したことありますか。いや、XM53 とか改造したことないですね。いや、必要じゃない武器は改造したことない。あ、NJSRD さんかな、プレナリと思います。必要じゃない武器は改造したことない。なんやかんやジャイアントやりやすい。マジっすか。まあ、確かにやりやすいかな。でも、4ラウンドちょっとむずいかもね。35ラウンド以上はちょっとむずいかも。回り方がちょっと独特だからきついかも。トレインでやるならマップを半分使って回る方法が多分一番安定すると思うんだけど、あの36ラウンド以降は、36っていうか35ラウンド以上は。あ、ニューク出てる。
100目出してください。まあなんとかできれば。今週 BO3 デビューだ。こんばんは。はい、どうも。アリさん、こんばんは。あ、インスタだ。取れねえし。待ってー。あー、待ってー。取れなかった。ムーンのガーシュデバイスとロルザロゾール、あ、似てる似てる、強いよ多分。まあガーシュの武器版って感じだね。ロルザロはロボットいつの間にかくたばってやがるし、まあどっかの誰かさん、かっこ剣と違ってまともに働いてくれるからいいけど。はい、ありがとうございますフレンド。ステーウラブさんかな、どうもありがとうございます。ビオ3ゾンビは簡単だね、全、まあ、全シリーズの中でも。まあ、ワールドアットが一番難しいですけど。どんどんゾンビは簡単になってってると思うけどね。だって昔100ラウンドとか行く気にもなれなかったけど。てか50ですら行く気になれなかったもん、あの、BO とかの頃は。BO とか BO2 の頃は。なのに今はまあ、やろうと思えば行けちゃうから、ね、こうやって。全てはこのパックアパンチの追加改造ができたおかげっていう感じですけどね。はい、ベーターンさんからこんばんは、いらっしゃい。コーランディクのおすすめの武器、このマップなら絶対これは必須。ロールザローゾール。まあ、アポシコンサーバーなんです。まあ、積んだ時に絶対的に必須になるんで、ロールザローっていうか、まあ、このアポシコンはつけといた方がいい、絶対。他はまあご自由にって感じですね。もう一個の武器は。ロルザロはまあいるとしても、他の武器はまあお好みでどうぞって感じかな。あ、いかん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 。前見てないと死ぬ。他の武器は基本お好みでいいっすよ。俺はシューシャイニングのブラファー使ってますけども。実際何でもいいです。うん、ここで回るならそこにあるなんだっけ、ベスパー改造して、インフェルナスにして、デッドワイヤーとかファーナスつけて回ってもいいですし、まあ、大工事も簡単にできちゃうし。うん、で、何、丸3対策をしたいならやっぱショットガン持っといた方がいいですね。丸3を買って簡単に片付けられるっていう点で、やっぱりシューシャイニングとかはやっぱり優秀ですね。なんだあいつ。はい、CKさんいらっしゃい。歴代ゾンビで一番難しいの、俺的にはシャングリラが一番難しいと思うよ。わかんない、あの改造のないマップはそれなりにむずいけど、ナハトとか、ナハトとかヒアリットとかはまあむずいことはむずいけども、実際難易度的にはやっぱシャングリラが一番むずいかも。回る場所があんまないんですよね、あそこは。こんもり戦法の方がいいと思うけどね、シャングリラは。ロルザロの改造はもうできないらしい。昔はできた。今はもう無理。昔はできたけど今は無理です。まあ、ロルザロも改造しなくても十分強いから。多分運営が規制したんだろうな。はい、すぐるさんいらっしゃい。こんばんは、まだ死んでないんですね。いや、まだ死んでないっすよ。舐めてもらっちゃ困ります。PC 版の BO ゾン、何、ムーンのビッグバン理論持ってか、全部謎解きは全部クリアしますよ。あるマップは。ムーンってか BO、BO2。あとこれ BO3 は一応全部攻略してますよ。アセンションから始まり、あと何、シャングリラ、ムーン、
あと BO2 始まって、トランジット、ダイアイズ、あとモブオブザデッド、バリート、あと、バリード、あと、オリジンズ、で、まあ、ここ、SOE、シャドウズ・オブ・ザ・イーブと、あと、シャドウ・オブ・ザ・イーブ、あ、じゃあ、シャドウ・オブ・イーブと、まあ、デア・アイゼンドラッハ、あと、絶望の島、一応全部攻略はしてます。一番難しかったのは、シャングリラかオリジンズかな、俺的には。なるときは。シャングリラに至ってはね、難しいっていうのはめんどくさいね。なんか暗号とかなんかあるんですよ。暗号っていうなんか、紋章をなんか踏めとか、なんか真剣衰弱とかやるとか、なんかめんどくさいんですね、すっごい。利用するで一番簡単なゾンビマップは、最初にやるのはこのマップでいいと思うけど、実際一番簡単なのはデアアイゼンかな。レガーマーク2はありますよ。3のことでしょ。2はまあ普通に BO2 であるんですけど、まあ3はないんじゃない。だってレガーそこまで強くないぜ、もうはっきり言って。だからレガーに追加改造が付けられるようになったら最強かもしんないけど。レーガンになんかファイアーワークスとかついたら次が面白そうだな。はーい、上田さん久しぶりでーす。どうもー。モブオブエンディング多すぎ。エンディング？モブオブエンディング？エンディング何種類かあったっけ、あそこ。あそこって種類あったっけ。普通のなんかあの4人、ビオツの4人組はなんかなんだっけ、マキシスルートとリヒトーフェンルートはあるのは知ってるけど、モボブに至ってはあったっけ。シャングリラ難しかったよ、めっちゃ。結構大変でしたね。トランジットはね、PC 版ね、エラーでね、よく落ちたんでね、それ的に難しかったっす。弾がもうない。レーガンプラスターンド。アイドさんいらっしゃい。レーガンデュアル。確かに面白そうだけどね、レーガンデュアル。絶望の島は初心者にはちょっと難しいかもね。慣れたらまあなんいけないことはないけど、ちょっと絶望の島はやめといた方がいいかも、最初にやるのは。やばいことになりそうだね、絶望の島。あー、弾がもうねえよーい。逆連使うか。まだ湧くの？このマップっちゃ、このラウンドやば。めっちゃ湧くじゃん。逆連携。もういっぱいになったんだけど。ブラファーのこの偉大さよ。逆連機に強すぎマーシャルは強いっすよね、改造すると。ん？熊本県で震度5弱の地震発生のお知らせ。マジっすか。大丈夫、熊本県民の人。なんか震度5弱の地震って言ってるけど、熊本県大丈夫っすか。なんか震度5弱の地震発生ってなんか通知来たんですけど、今銀行はないね。銀
2個あったらぬるゲーになっちゃうからね。やり込みのぬるゲーになっちゃう。パラライザーであるとかどうやって。びっくりした。なんか急に地震の通知したから何かと思ったら熊本県が震度5弱らしい。大丈夫っすか。まだ余震続いてんだね。5弱っていうことは熊本県。さやかなは見ました。てか原作持ってます。我らが東海地方も危ないっすね。実際何時ぐらいまで進まんまですかね。わかんないっすね。とりあえず65までは行きたいんで。スリッキーリアルド。よし、あと回った。長っ。長い。あー、カードさんいらっしゃい。我らが東海地方も危ないっすよ、地震は。まあ、多分一番危ないのが、まあ、その静岡とか、まあ、中部東海圏で、まあ、2番目に危ないのが東京とかの関東圏なんだろうね、多分。まあ、日本中どこで地震起きるか分かんないけど、まあ、起こる可能性が高いっていう順で言って、やっぱり東南海と、あと関東、直下型地震みたいなやつもあるから、首都圏直下型地震みたいな。うん、でもあれですよ、静岡が一番危ないらしいですよ、東海地震起きたら。まずいっすよ、静岡県民にガチめに。まあ、我らが名古屋は、まあ、震度6弱から6強とは言われてますけど、まあ、一番危ないのは震源地に近い静岡県です。まあ、名古屋もそこ 6の時点で結構やばいから。確かに。でも一番やばいのはやっぱ静岡県。静岡県マジ注意した方がいいですよ、特に海辺の人は。地震よりも津波でやられる可能性があるのでお気をつけよう。マジ日本地震なければめっちゃ最強の国だと思うけどね。実際地震、まあ、噴火もまああるけど、地震なかったら多分最強の国だと思うよ、俺は。世界中見ても。地震なかったら多分最強の国だと俺は思うけどね。そこそこ安定してるし、そんな寒すぎることもなく、暑すぎることもなく、まあ、普通にみんなが豊かに暮らしてるっていう。で、まあ一応今のところは戦争もまあ起きず、まあ台風が来るっていうのもあるけど、台風はまあそんなに、台風か、まあ、台風はまあしゃあないにしても、まあ地震だろうな、やっぱり一番でかいのは。地震なかったら最強だよな、やっぱり。地震は来てもライブはやめるな。怖い怖い。さすがに地震速報来たら逃げるわ。まあサムネデュアルとか何の意味がある。東宝してますか。いや東宝はね、東宝はね、あのまあちょろっと知ってるだけですね。名前を詳しくは知らない。キャラクターの名前をちょろちょろ知ってるだけで、別になんかやったことあるとかそういうのはない。生放送中の地震来たらまあ逃げるわ。まあそれあれによるけど、震度によるけどね。3ぐらいならまあ逃げませんけど、まあ5とか来たらさすがに逃げますね。5とか6とか来たらさすがに逃げます。
まあ、うちの地域、今住んでる地域は、まあ、今、地震観測史上、震度7を観測したことがない地域なんで、まあ、一応多分、どんなにでかくても6強までしか来ないと俺は思ってるんで、まあ、6強までなら、まあ、6強だとさすがにうち倒壊する可能性があるんで、うん、まあ、逃げます。7はまあ来ないにしろ逃げます、どう考えても。はい、クリクリさん、こんばんは。地震来ても。あれはね、ちゃんと、あの人はすごいよ。だって、震度7とかの地震来ても、だって家崩れねえんだもん。それは逃げないよ。俺だって家崩れないなら、それは逃げないよ、んなもん。うちはさすがに木造だから崩れる可能性が高いんだよね。なんか、鉄筋のガチガチのコンクリートで固めたなんか家とかならいけるかもしれないけど。さすがにうちちょっと木造だから無理だろ。さやかのはやっぱりお前あれだろ、加藤だろうが、加藤めぐみだろうが、分かってねえぞ。まあ、霞ヶ丘先輩も好きだけどな。まあ、エリリのことはノーコメントとしておこう。ウルフスパロー欲しいな。だってウルフだって前来たらあれなんだぜ、前の敵操作してくれるんだぜ。めっちゃ強いぞあれ。操作っていうか瞬殺してくれるんだぜ。強いよな、ウルフスパローが一番強いわ。あのトモ1448、自分なのでメッセージ見た。あー、わかりました、後で出てきます。ロルザロデュアルめっちゃ強いじゃん。ロルザロデュアルとか作るぐらいなら改造復活させてくれよ。木造って高くない？高くない？建築費が。いや、俺は木造のが好きなんでね、家。なんか、最近のね、建物あんま俺はね、好きじゃないです。構造がなんかね、なんか単調っていうかね、なんかね、なんかこう美術性に欠けるというかね、なんか、なんだこう、日本古来のこう家の作りの方がすごいなんか美術性も高いし、まあそこそこなんかこう見栄えもいいし、ね、PC 版の BO のモンキーボーム投げ方は、俺の場合クイックホイールです。じゃあクイックホイール、マウスの標準なんだったっけな、標準9だっけな、標準は9キーだったかな、覚えてないけど、俺はマウスホイールに変えてます。なんだっけ、確かグレネードが G なんだよね、確か標準は。セカンダリーじゃなくてなんだっけ、プライマリー、セカンダリーみたいなやつ。エリーと言っておく。エリーファンいたわ。タコさんはエリーファンだって。スペシャルレポの改造の仕方どれですか？剣ですか、まさか。剣の改造は、まず普通の剣持った後、キャラがなんか儀式したところのなんか台座のとこ行って、なんか、赤い卵もらって、なんかマップ上に4箇所ある魔法陣の上で四角ボタンを押すと、弱い丸グアが湧くんで、その弱い丸グアを4体倒せば、あの、台座のとこ戻れば、その卵の代わりに、あの強化した剣もらえるってやつかな。エリリ誰それ、やばい、ひどいこと言うね。ゼウスキャノン復活してほしいわ。でも実際ロルザロの方が強いからね。俺今までサンダーガンとかゼウスキャノンが一番強いかと思ったら、これをついに超えるやつが来たなと思ってさ。あと10ラウンドか、長っ。多分65までですね、今日さすがに。ちょっと長いっすわ、さすがに。セル3ってそういえばなんかマルチにも追加されたんでしょ、意味わかんないんだけど。マルチに追加するんじゃないよって。レーガンをマルチで追加するようなもんだぞ、 BOD と。目標はまあ100、最終100ですけど、まあ今日は65までかな。
肉団子がなかなかうざくなってきたな。あぶね、今死ぬかと思った。玉切り起こさなければまあいけると思いますけどね。あ、ワンダーウェポン、ワンダーウェポンの作り方は強化できないですね、このマップは。もう昔はなんだっけ、あの無理やりあのパクアパンチに押し込めばできましたけど、切り替えて押すっていうなんか方法を使えば昔できましたけど、今はもうできないですね。今はもう無理。やべ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 、ちょっとコメント見たら死にそうだった。危ねえ、変なとこ行っちゃった。危ねえ。もあいトントン、あったトントンさんじゃない、トントイさんいらっしゃい。トラブルのゲーム、なんだそのエロいゲーム。ブラックジャックなんか強そうに感じないわ。わかんないでしょ、そんな当たり外れじゃん。実際今までのさ、あれでしょ、キャラクターのさ、スペシャル、何リストのウェポンが使えるだけで、実際あれでしょ、新しい能力じゃないから、まあ、そこもバランスは取れてると思うけど。実際、あ、なんか、あんまりどうなんだろう。ランダムで奪うとかなら、ランダムで取得とかなら全然強くないと思うけど。確かにびっくりはするけど、あんまりなんか別になんか使ってる人としては、なんでいらねえよみたいな、わーウォーマシンいらねえよみたいな感じあるだろ。ウォーマシンいらねえよ、ウォーマシンいらねえし、なんかサイコシスいらねえしみたいな感じあるじゃん。そんな感じっすよ。俺これいらないし、ガチャガチャでなんか変なの出た時、ちょっとこれ終わったらちょっとトイレ行ってきますね。ちょっと長いわ、一回一ラウンドが。どうなん？これラスト。シールドそろそろ壊れんじゃない？やべ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 。はい、大学さんフレンドありがとうございます。壊れた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 。棒読みくん、あ、棒読みちゃんはね、 YouTube ライブ使えないんですよ、残念ながら。俺は本当は使いたいんですけど、てかあのいちいちコメントを見てると死ぬ確率も上がるし、あの読み、あの逃しも多いので、本当は棒読みちゃん使いたいんですけど、 YouTube ライブが対応しなくてね、残念なことに。 YouTube ライブは対応させてほしいですね。何また湧いたな。 YouTube ライブ早くボヨミちゃん対応早よ。リアルさんは S ですか M ですか。俺はいじめてる方が好きだけどね。人いじめてて笑ってる方が好きですけどね。いじめられてもムカつきしか出ませんからね。いじめられて、 M の人っていじめられて喜んでんでしょ。わけわかんないんだけど、どういう考えを持ってたらそうなるの。お、いいね。実際どういう考えに至ったらいじめられて喜ぶっていう感じになるの、わけわかんねえね。 PSO 買ってきたぞ、おめでとうございます。早速ブラックオプス3やりましょう。あそこはまだ赤だな。使ってる人いましたよ。あのね、PS4 はね、PS4 の機能を使えばできるんですけど、PS4 のブロードキャスト機能使いたくないんですよね、あれ。不具合ってたまに落ちることもあるし、あれゲーム終了したら配信も終わっちゃうじゃないですか。だからあんまり俺的には好きじゃないんですよね。ブートレガー多いな。リビニウムもそこそこ稼いでいくっていう。
よし、じゃあラウンドは進めますけど、ちょっと休憩してトイレに少々お待ちください。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいじゃなくて、お帰りじゃない、ただいま。意味わかんねえもん。さあさあさあ、おお、なるほど。一つね、面白いね、メッセージ送ってくれた方いますね。この人見てこれ。面白いな、この子。大輝くん、小学生の子かな、かな、小学生の子かな。フレンドエラーを見る。ゾンビ一緒にやらさせてお世話くれてます。生放送とかいつも、はい、ありがとうございます。バイバイ。さらば。さらば。バイバイ。すまんな。大輝くん、すまんな。君はもうちょっと礼儀のわかる子だと思って。なんて言いやい。ロボット来い。どこに、あれどこにいた。あ、後ろか。よし、行くぞロボット。公開処刑、まあ仕方ねえよな、あんなこと言ってんだから。あれはブロックされてもしゃあないだろう。下ネタキッズ多いね。やばいやばいやばい、ちょ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 、何これ。ちょっとちょっと、いらない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 、やめてやめてやめて。下ネタ、下ネタメッセージの人。あれ、シナさんどうも、いつの間に、どうもこんばんは、お疲れっす。面白いね、面白いだろ。いや俺も面白いから見せてみた。誰かバンされ、いや下ネタキッズをバンしました。いや、なんかチンチンとかパイパイとか、なんか謎のなんか文章を送ってくるんで、消えていただきました。すまんな。一応説明欄にな、不快なこと言った場合はバンをする可能性もありますので、ちゃんと注意書きがあるんだよ。18禁ゲーなのに18歳未満の傷いっぱいいるからね。あんまりだーじゃないでしょ、仕方ないでしょ。あ、ゆうすけさんかな、こんばんは。
中二病よりも立ち悪いかもな。小児病ってなんか下ネタばっかり言うってことなの。意味は俺はあんま分からん。中二病しか分からないけど。部屋さんに気に入って欲しかったんでしょ。いや気に入る方向が違うんだが。いや俺に気に入って欲しければね、なんかなんかマリーローズのエロ画像を献上するなりね、そういうのをして欲しかったね。いやそんなチンチンとか言われても別に嬉しくないし、ちょっとマリーローズのエロ画像を献上してくれたらさすがにちょっと気に入るかもしれない。 お前よくやった。お主大義である。そっちに褒美を使わせよう。昨日俺したんね、まあ、はい、お疲れさん、赤野さん。コメント欄でもやったら本当にこっちでもバンするから。まだショッチとしては一応コメントこっちではバンしてないからね。まだるんでブロッカー除しから、それはまあ君のあれだね、その態度次第だね。今後の態度次第だね。君の反省の色が見えたらまあブロック解除してもいいけど、反省の色が見えなかった場合はまあこのまんまだな。もう一度やらかしてるからね、そのやらかしをどう帳消しにするかを君の態度で表していただこうか。マリーをエロ目線でしまった、マリーファンがいた、しまったマリーファンがいた、やらかしたぞ。リアルは変態でした。いや別にマリーちゃんじゃなくてもいいけどさ、ちょっと リアルお好みのエロ画像とかをこう献上していただけたらありがたいな。どう、誰かプレイステーションネットワークでメッセージでなんかエロ画像とか送ってくれたら一応それ載せますけど、放送で。あでも放送で載せると怒られんのか。放送では送ら、放送では見せませんけど、大体私が一人で楽しんでみます。あれ、空間転送ってあれ何レベルで解除だっけ ?16?17?18? 明日仕事休みなんで美容室しまくりっすわ。いいっすね、仕事休み。俺は仕事なんだよね。比較的優しい方だと思うけどね。だって俺だって基本的には一発ではバンしないからね、まあ、さっきのはまあ仕方ないけども。だって俺 YouTube のコメント欄でなんか変なこと言っても一発ではバンしないから、一応警告は入れてるから。ひどい人だともう一発バンですよ。一応俺は警告は入れてるから、まだ優しい方だと俺自分では思ってる。7?7 なの？じゃあもう解除してるじゃん。具体的に誰ですか？まあ大体胸が大きくて髪が長くて、まあもしくは黒髪か金髪の子なら何でも。昔のゾンビの生放送たまーにしてますよ、たまーに。前なんか昨日出会とうてやらかし配信っていうのがあったから、ね、やらかし配信というのもあったから、ね。テスト勉強よりゲームだ。リアルさん優しいですよ、普通に。おっと、コビを売り始めたぞ、ついに。まあ、野獣先輩のエロ画像とか送った日にはもう本当にバーンするから。YouTube 側でも消えていただくから、ね。変な画像送ったらもう YouTube 側でもバーンですね。葛城清隆のエロ画像とかねえから。はい、エビ桜さんかな、こんばんは。長えなー、そろそろボーナスラウンド来てもいいけどな。ボーナスラウンド1ラウンドが短いからすげえ楽なんだよな。前来たの31だっけ、じゃあ51だっけ、51とか57ぐらいで来そうだけどね。
で52で丸が来たから多分58ぐらいで来るんだ。今度おはよう生放送、おはよう生配信、生配信おはよう。朝はいないぞ俺。夏の休みに入ったらまあ朝でも朝までとかやってもいいけど、別に誰も見ないでしょ朝までとかやっても。前のゼロ濡れガラスの巫女配信みたいに朝の5時ぐらいまでやるっていうのもありかもしれない。トラブルの画像ってありですか？いや、トラブルの画像は結構俺見てるから、なんか違う、俺の見たことないようなものを献上していただきたい、ね、わがまま言うけど。はい、堀田さんいらっしゃい。てか大将さんか、どうもこんばんは、いらっしゃい。いやあのね、送らなければ何もしないけど、送って変な画像送られてきた場合、君はもうね、あのいなくなってもらう可能性がある。処罰が待ってるから。リアル教なんで、リアル教信者さんもいたわ。いや俺基本的にツイッターは返しますけど、俺プレイステーションネットワークのメッセージは返しませんからね、毎度言ってますけど。まず見ないんで、ほとんど。ツイッターに送ってくれたものはまあ変なことじゃない限りは返します。でもプレイステーションネットワークのメッセージは基本的に見ないんで返さないです。SAO のアスナのエロ画像、まあ、SAO アスナのエロ画像はいいけどね、俺キリト嫌いだから、キリトの画像送っていったらもしかしたら消えていただく可能性がある。俺なんか、まあ、前言ったっけ俺キリト嫌いって言わなかったかそれ。まあちょっと早かったな。わやべ弾がもうねえ。ラウンドが長いっつうに。ゴローニャのコスプレ画像とかどんなんだよ。スクールデイズってグロ画像じゃないだろう。一応スクールデイズは俺やってるんでね、別に送ってもらう必要ないっていう。雨降ってるね。はい、食券のところどうもいらっしゃい。夢なんていうんだ、無双家さん、こんばんは。エロ画像だと思ったが残念、さやかちゃんでしたね。画像か、やめろ。いいわ、もう別に送らなくていいから。冗談だから言っとくけど、真に受けなくていいから、冗談な言っとくけど、誰も本気で送ってほしいと思ってないから、ただの冗談だから気にしなくていいよ。キリトいらないよなあれ。キリトなかったらもっと SAO 面白いと思うんだけどな。あ、ぴょんぴょんする難民さん、こんばんは。おはようっていうか、こんばんは。まあ、1時間半ぐらいですね、今のところ。1時間半なんで、まだ4ラウンドしか進んでないっていうのも面白いですけど。ツイッターフォローさせていきました。ありがとうございます。大輔さん、龍崎大輔さん、ありがとうございます。あとで、ちょっと見とくんで、ちょっと待ってくださいね。PC でゲームしようとしたら Xbox One のコントローラーは繋がらない。 Xbox One のコントローラー使いにくい、やめといた方がいいっすよ。 Xbox One よりも Xbox360 の方がいいっすよ。 Xbox One のコントローラー使いにくいのやめといた方がいいっすよ、本当にマジ。いや、まあ、人によるかもしれないけど俺は使いにくい。まずあのスティックが一番ダメ。他のとこはまあいいけど、スティックがまあ全てを台無しにしてる。おい、ちゃい、なんだあいつ。スティックがもうちょっとね、しっかりしてればね、いいと思う、コントローラーは。スティックが全部をダメにしてる、せっかくいいコントローラーなのに。
無双家さん、はい、ありがとうございます。アルゴって誰？アルゴリズム、アルゴって何？キリと嫌いとか言うね。俺と同じキリと嫌い勢がいるわ。青空さんも俺と同じだわ。長、どんだけ長いんだよラウンド。あ、ツイッターフォローですよ。ありがとうございます。シナさんもありがとうございます。ヤラさんの入ってるコミュニティ勝手に入ってる。いや全然いいっすよ。いや分からない、ガチキさんに聞いた、分かんない、もういいんじゃない別に。俺のコミュニティとかじゃない、あれガチキルさんのコミュニティみたいなもんだから、俺はいいけど、ガチキルさんはいいのかな。いいと思いますけどね、多分。リアさんのツイッター、同説明欄にありませんでしたっけ、ツイッターに言われる。なかったら、リアル大文字、AC 小文字で11って、まあ、普通に YouTube のアカウントで検索したら出てくるんで、よかったらどうぞ。変なこと、つまらんことばっかつぶやいてますけど、まあ、ツイッターフォローしていただいてあれば、生放送のお知らせとかが飛んでくるので、まあもしかしたら YouTube の通知よりも早いかもね、お知らせが。僕はちょ弾がもうねえな。次がボーナスラウンドじゃなかったら逆錬金使います。できなくなった。いやマジで、いや分からん、俺子守は やらんから分かんないけど、雷弓の子守できなくなったの。いや、城の建築は完了はしないんだよね、あれは。半分、いや、全体の半分なんですよ、一応。ボーナスまだ？しかも、丸さん湧いてくる。二の丸っていう、そのなんか区画、まあ、一区画の建築が終わっただけであって、まあ、城全体はまだ 50% とか 45% ぐらいの完成なんですよね。やばい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 。なんだあいつ、なんだあいつ。方向転換、よし。マルさーん、やめて。あー、宮沢さんこんばんは、よっしゃい。やべ、コメント見てたらまずい。何出た、なんか出てるな。あ、待って、それ欲しい。実際これあるから、これ使えばいいの。おお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 お、何してるん。初めて来ました、リアルさんのな、どうもこんばんは、野崎あやねさんからどうもいらっしゃい。わお、今後ともよろしくお願いいたします、野崎さん。あー、逆連機効かないとな、また。やばい、お前逆走してるんじゃないよ。ぐわ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 、よし、オッケー。おいおい、あー、やばい、城壊れた。マジーな、これは。いい、
げえよ。ダブルポイントがいらねえんだけどね。次はほや本丸と二の丸は完成してる。次西の丸の造営かな。いや城のちょっとマニアックな話になるけど、まあ一応北の丸も作ろうと思ってるんだけどね。実際フレンドリアしてもいいですよ全然。どうぞどうぞ。動画説明欄に ID 載ってるんでよかったらそちらからどうぞ。あ、おでんさん久しぶり。この間おでんさんの話出てたんですよ、この間のなんか放送で。おでんさん最近来ないねって。おでんさん久しぶりじゃないですか。ならんの今日65までかな。まあとりあえず風呂できました。ありがとうございます。はーい、よろしくお願いします。サザエさん症候群っていう名前ついてなかったっけ。そのサザエさん見るとさ、もう明日月曜日かーみたいな感じになる現象のこと。高校生じゃないです、すいません。あ、すいません、高校生です。永遠の17歳ですからね。永遠の17歳キラって感じですよ。17歳ね。感度12です。感度12。ボタン配置タクティカル。目標とりあえず65。今日は最後まで見れないかも。あ、いいっすよ全然。もう眠たい時に寝ていただいても構いません。あ、一応アーカイブは全部録画してあるんで上げるつもりなんで少々お待ちください。編集が終わりして全部上げます、ね、一応1日目のゾンビを上げようかな近いうちに。はい、白玉さんいらっしゃい。戦国無双やったことないです。信長の野望ならめっちゃ好きです。 PSO 熱熱。いやめっちゃ確かにめっちゃファンブワーっつってるけどね。そういえばさ、今年の E3 でさ、あれが多分発表されるじゃないですか、 PSO の新型が。いや楽しみだね。いや俺買うんで多分 PSO。 Xbox One の新型絶対出ても買わないけど、 PSO は俺買ってもいいと思うんで買います。 PSO は買うわ。なんかプレイステーション4ネオとかいうなんか仮の名前ついてますけど、正式名称どうなるか分かりませんけど、なんか 4K 出力が対応してたり、まあ、俺うちのテレビ 4K じゃないから全然いいんだけど、なんか容量が2テラぐらいに増えてくれれば嬉しいけどね。最低1テラ以上、今でもまあ1テラあるから1テラは確定だろうと思うけど、今は俺のやつ500ギガなんでね、ちょっと容量いっぱいいっぱいなんで最低1テラバイト以上欲しい。今来ました。はい、どうも。シンジさん、こんばんは。ホロさん、こんばんは。ヘム、一緒に寝てください。すまんな。すまんな。俺には、嫁がいるんだ。リアルシの生放送始まる。10分、10時台だとわかる。そういう感じか。10時台だと分かる。マジか。確かに10時台でやって、でも今日は9時台だからね、始めたの。2テラマジ2テラなんだ。じゃあ2テラでいいじゃん全然。2テラいいね。信長の野望めっちゃ面白いっすよマジ。なんか信長じゃなくてなんか織田家とかになってめっちゃもうなんか全国統一してもやる感じ面白いですけどね。やべ、リアルさん17歳で DMM 登録ダメですよ。あ、マジか。 DMM アダルトダメだったが、はい、村田さんいらっしゃい。今日リゼロじゃね。そういえば今日また遅れんのかな。先週4時半とか。ふざけんなよテニス。マジテニスやんのは構わんけど、ただ時間内に終わって頼むから。マジ何度も言うけど時間以内に終わって頼むから。嫁って二次元の、うっ、やべえ、バレてる。なぜバレた。
ゾンビうまいっすね。いえいえ、ただぐるぐる回ってるだけです。いや一応 VR も買うけど新型も買いますね。新型はとりあえず今の PS を売っ払って買うつもり。今の PS4 を売った金で、金プラスアルファで買うつもり。多分今のこれ、多分2万、2万はいいですよ。1万円、5000円ぐらいで売れるんじゃないかな。俺のやつ綺麗だから。傷とかもほとんどないし。一応1万5000円で仮に売れたとして、多分新型が4万とかだから、まあ、まあそこそこ、まあ元は取れるんじゃないか。実際新しい、まあ、4万ポンって払う。39%なんじゃない?多分新型出るとしても、日本で。多分39%で出ると思うけどね。予想的に。リアルさんってどんな顔ですか?え?アイコンみたいな顔です。アイコンのような顔。アイコン。今、俺の YouTube のアイコンみたいな顔です。リアルさんってモテないですか?モテないんだな、それが。残念だな。モテねえんだよ。今日リゼロだけど本当に今日もまだあるんでしょ。やべ、詰まったな、まずい。しまったな、ここに来て詰まるか。よし、まあまあ焦らず。慌てず。慌てず。まあ、ダブルタップは後でいっか。とりあえず地下戻ろう、危ないから。まあこの2つがあればなんとかなるけどね、しばらくは。まああとはクイックリバイブとスタミンを買い直せばいいだけだから全然いいけど、うん、やっぱね、ふとしたとこで積むんですよね。やっぱ一瞬のこの迷いが効くね。やっぱうちは1日1ダウンって感じだけど今のところ。スピードコーラーでリロード遅い。まあスピードコーラーあんまいらないからね、実際ショットガン使ってるから。ポイントはいっぱいあるんでまあ大丈夫ですけども、全然。リアルさん、はい、何でしょう。リアルさんって彼女を作るじゃなしに作らないだけでしょ。いやバレちゃったか。俺が本当はイケメンだってことバレちまったか。しまったな、隠してたんだけどな。実はイケメンってことバレちまったか。そうなんだな、俺はゲームのために彼女を作らないだけだって。本当は彼女なんていくらでもいるんだな。作ろうと思えばいるんだな。ブラストバナーズだからアイテムごと燃やしてしまう。オロナインっていうのはあれだよ、あのなんかぬるいやつだよ。軟膏だっけ、あれだよ、ぬるいやつ。なんかこう傷とかに塗る、傷口とかに塗るやつ。
オロナミン C は飲み物で、オロナインは薬。そういえばちゃんまい先生、このマップどうやってあれやってた、あの リアルさん声好きだ、リアルさん本当にイケメン、まあなすまんな、本当はイケメンなんだな。ほうラッキー、痛い痛い、やめろやめろやめろ。あとクイックリバイブ嫁作るために7万つきましたよ。まあ万はいってるだろうな、5万はいってるだろうな。いらねえ、これで最後のクイックリバイブですね。あないか、もう3個使ったから、じゃあいいや、もうない、これでラストだ。そうか、最初1回死んでるんだ、そういえば。じゃないわじゃないわ、もうないので、まあスタミンアップだな、そう思うと。いいな、ありがとうございます。だろ、自分でも涙が出てくるイケメンだわ。うセメダインメーカーね、それ接着剤のメーカーの名前ね。そしてガム、やば、何何出た、カメレオン、アーニー取る、もしもの時のために。おやすみ、はーい、ミニミニさんおやすみなさい。初期位置からボックス移動しないっていうのが面白いな。なんか自分からイケメンって言ってもかず、ごめんなさい。すいません、調子乗りました。すいません。すいません、調子乗りました。すいません、許してください。SVG か。でも今まで会ってきた人に、今まで俺の素顔を知る人に一人だけ、リアルさんって、まあ、清高に似てないこともないよねって言われたことは一度あります。一度だけあります。あるか。ゾンビってね、ラウンドってどれぐらいまである、いや、無限、いや、999まであるけど、実際いけんのは100とか200ぐらいまでなんで、そのチートとか使わずにいけるのは。あ、オパイバレー無料版ですね。霞っていうメインキャラだけ攻略できるやつですね。皆さん鏡見たことあるよ。何を言うか。バカにしとんのか。よいしょ。あ、向こう行ったな。髪型はま似てないことはない。強すぎてゾンビのする完結、まあどうなんだろう、完結させたら BO4 が仮に出た時にその考えるのが、ね、難しいからどうするんだろうね。まあ霧がいいとこまでは持ってると思うけど、霧がよくはすると思うけど、やめろ。あ出た、ラッキー。よし、じゃあいきますか。8万の目って結構目つき悪いよね。言っちゃ悪いが、顔出しは知るする予定はないっす。ウィドウズワインに似てるって意味わからん、話がよく読めん、顔じゃないし。なんて言いやいい、とにかく片付け、あれちゃんまい先生ってどうなの、ちゃんまい先生このマップどうって100ラウンド
皆さん明日学校あるんですよ、どうする、頑張ってください。いやもう行くしかないでしょ、学校はもう諦めろ、行くしかねえ。音がやばいな、ワープしてきたやつの音がやばい。スタミナあるからこれでもいいんだよね、実際のところ。邪魔してね、トラップ使ってんだ。まあ、あの4人はもう終わってると思いますよ、バリード。バリードとかのチームの4人、あのサミュエル、ミスティとかの4人は。ロボット、灰釣り残すからちょっと面倒だな。はい、スターティアさん、こんばんは、いらっしゃい。まあ、剣溜まったらもうそこバンバン使っちゃうか、もう剣いらないし。ダブルポイント、ダブルポイント。誰のね、アニメキャラで例えると誰のね、難しいこと言うね。誰の目とか、難しいこと言うな。いや、わかんない、女も。自分の目とか、まじまじ見たことないんだよ。頑張れ、ケン。まずいまずいまずい、危ない危ない危ない。トレインが雑になってきた、やばい。やっぱ一気に湧き直すのはつらいな。やっぱちょびちょび湧いてくれるのが一番嬉しいんだけどね。でも時間がかかるからな、1ラウンドに。ディオとか、皆さんフレンドオーラーありがとうございます。いえいえ全然いいですよ、よろしくお願いします。でも実際ね、思ったのは学校ってね、上がってくるにつれて楽になるんですよね、実際のところ。いや、わからん、受験の時とかまああれありますけど、まあ基本的に全体的に見ると上がってこと楽なんですよ、実際上がってこと楽なんですよ。ボーナスラウンド来ねえな、いつになったら来るんだあいつ。60で来んのかな。今日65までいけるか、まだ58だぜ。ロボットさ、地下にもさ出すやつ作ってほしかった。まあ、空から降ってくるから、まあ、出せないと思うけどさ。大学めっちゃ楽だよ、大学クソ楽だよあれ。いや絶対行った方がいい、大学入んのは難しいけど入ってからめっちゃ楽だから。大学の方が、大学の落札や半端ないよ本当に。よいしょ、一番多分遊べると思うよ、多分学校の中では。
中学校は結構忙しかったイメージあるけどね、高校はそこまで、いやまあ確かに受験の時は忙しかったけどそんなにな。でも実際高校もまあ通せばそこまで忙しかったわけでもなく、まあやっぱ大学が一番楽だな、そう思って。朝まで頑張ろう。いや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 、朝まで行かないっすよ。明日月曜日っすよ。てかもうもう月曜っすよ、皆さん。あ、チャンスカさん久しぶり、どうも、こんばんは。久しぶりか、どうも、こんばんは、いらっしゃい。一応これ持っとこう。剣出てる間一応これ持ってきます。剣をもうちょっと有効活用してた方が良かったかもね、最初の方から、ラウンドの最初のラウンドの方から、あまりにもつかなさすぎたわ。剣切れたね。あれ剣まだいる？あれ？ゲージ下まで行ってんのにまだ動いてる、珍しい。あ、終わったな。あとラウンド始めにはぜひともロボット呼びたいね。学校なんでます。はい、おやすみなさい。リアさんがうさみちゃんの名になる。うさみちゃん？うさみちゃんってあれか、なんだっけ、ギャグ漫画日和か。ギャグ漫画日和だっけ、うさみちゃんって。ギャグ漫画日和ってクソ懐かしいな。ギャーさんはそんな頭良くないっすね、どう考えて。漢字読めない時点で察してくれ。まあまあ、中堅でもないな。中の下ぐらいだな、ランク。名前は言わないで。あ、大爆出た。中の下ってところだね。月曜か、まあ、月曜よりも俺なんだろう週の中盤の方が俺あれだけど、あんまり好きじゃないけど。クラウンバイトさん、あれ俺の知ってる人か、俺この名前知ってるけど、もしかしてあの人か、いや分からんけど、あの人か。まあいいや、フレンドありがとうございます。あのクラウンバイトかなまあいいや。ランキング世界じゃ無理っすね。無理ではないけど。ああ、しまったしまった。やらかし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 。お久しぶりです。本物のクラウンバイトさん。本物っすか。本物ですか。本物っすかね。お風呂行ってきます。ハーヒマジンさん行ってらっしゃい。このマップのワンダーウェポンの名前何種類？ロルザロゾール、マルアスタグア、あとなんだっけ？他なんかあったっけ？なんかもう一個あったな。ロルザロゾール、マルアスタグア。あ、ラウンド待ちってやべ。クラウンバイさんあれじゃないですか、まあ噂は金がね、某ファイヤーから聞いてますけども。あ、ナルーラクア、某ファイヤーから噂は金がね聞いておりますが、久しぶりだね。実際に会ったのは何年ぶりだ。実際に会ってないけど、今実際に会ってないけど、実際に会ったのは何年ぶりだ。何年ぶりだろうか。実際もう3、4年ぐらい経ってんじゃない最後に会っても。久々にシャドウ見ました。まあ、俺も久しぶりにやってんだけど、実は。よし。
4年前か。まあこのあれですよ、皆さん、まあ、あんま変なことは言わないでほしいの、クラウンバイトっていう人は。まあ実際俺の素顔を、まあ、知ってる数少ない人です。あ、そうか、そうそうね、まあ、はい、お疲れさんです。ちょっと待って、コルマロス、ナルウラクア、ロルザロゾール、マルアスタグア、4種類あるそうですね。4種類だって。リアルさん生放送見て明日学校だと思う、サイさんみたいに薄いでも、ま、毎日じゃないけど、そんな日曜日にやってないよ、ずっと。意外に平日もやってるから関係なくね。あ、夜にやってるから明日ももう学校かってこと。アーニーは使ってないよ、そういえば。アーニーここで使っていいんかな。まあ使うか、後でちょっと一回あれいなくなったら使うわ。まだ生きてる、生きてるな、ロボット。あー、おやすみなさい、お疲れさんです。 A の60、 あ、60まで行ったか、全然気づかなかった。はい、コメさん、お疲れさん。ロボット長い、長生きだね、あいつ。機械に、フォールアウトの実況はちょっと待ってください。すいません、もう少しお待ちください。またいつかお会いしましょう。はーい、また来てください、よかったら。あれ、クラウンバイト君はあれかい。PSO 持ってたっけ。持ってるか。はーい、サルモンさんからどうもこんばんは。はい、あ、ドローンさんいらっしゃい、すいませんね。よいしょ、ファイアセールいらん。あー、いらんつったのに。いらんつったのに。持ってたんだ、知らなかった。はいーはいーはいー、引きの神ね、引き運の神な。ちょっと待って、クラウンバイトの ID のあれは、クラウンさんの ID は後でフレンド認証しておくので少々お待ちください。今はちょっと無理だ、これは終わり次第やっとくわ。あと他の皆様も送ってくれた。え、ゴミキング、あ、ゴミキングはちょっと待って、ゴミ、あ、ゴミキング、みんなちょっと待ってて、じゃあ、優先度はホールアウトの方が高いよ。ゴミキングは待って、夏にやろ、夏。ゴミキングはちょっと待ってくれ。いや、フォールアウトは出すけど、ゴミキングはもうちょっと優先度低いな、実際。ゴミキング、ちょっと待って。一瞬俺ゴミキングって何かと思ったら、よく考えたらあれだ、ゴミキングってあれか、竜が如くの、これは。はい、ZVX131 も、さんも、わかりました。後で認証しておきます、ね、少々お待ちください。初期部屋縛り無理だろ、あんな狭いとこで。眠気に負けるな。いや、眠くはないんだよね、眠くはないの、あんまり。あ、ね、今日は眠くないんだよ、あんまり。まだ早いから、時間が。あれ、痛い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 。眠かはないんだよね。
でもあれだよ、でもクラウンバイトさんはたまーに昔だけど DO2 のマルチ PC 版のねではよく見かけてたけど、はい金子さんどうもいらっしゃい。タコみたいで美味しそうだが、西キングはねあれゴミキングも やろうと思う。あ ZMX 一切ない。あありがとうございますフレンド。まず痛い痛い痛い。ああシールド壊れた、マジな。あのウィドウズワンやるとシールド早く壊れちゃうんだよね。剣がバッタバッタと切り直していくからちょっと脇が半端なく早いな。ファイヤーセールは実際ねもう揃っちゃったらいらない武器いらない子だからね。あぶね。なんでヘイメーカー使ってるんですか。ヘイメーカーが一番強いからです、通常武器は。まあそこのベスパーでも良かったんだけどね実際のところ。剣終わったな。フォールアウトはまあ意識高いんで、意識高くはないか、ないか。あげますよ。ちょ、ドゥームね、ちょっと待って、時間、ね、色まだ結構余ってるんですよ。動画ファイルが。意外に動画ファイル、あの、容量食ってるんで、そろそろ頑張ってあげよう。眠気魂？あー起きろお前ら寝るんじゃねえぞ。どう目覚めた？はい、オペラゼロさんこんばんは。シールドはまあシールドって死んだらアホらしいんで、まあゆっくり。うるさい言われちゃまって、言われちまってびっくりした。うる寝てる人いるし。でも待ち遠しい、ありがとうございます。いや目が覚ましてくださいって言うから。いい子守歌。また寝てしまった。広島さんおはよう。昆虫女王メスキングね、またやりてえなあれ。枠ねースタミン万能だな。やっぱトレインの時スタミン欲しいな。この生のため昨日ゾンビやってたんですか。いやー昨日っていうかもうずっとやってます。金曜から連チャンでずっとつけっぱでやってるんで。終わったな。一回これ使ってみる。意外に強い、意外に強い。痛い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 、やめてやめて。やべポイントがすげえことになってるな。リトルアーニーがやばい、ポイントの用事がやばいことになってる。ポイント表記がリアルさんはニートですけど、ニートだったら昼間からやってますよ配信。ニートだったら昼間から配信してますが、
ちょっとね、来週、じゃあ今週末はね、いろいろとね、あの映画とかね、あるんで、ちょっとまず楽しみですね。ちょっと今週は楽しみなウィークですね。ラッキーウィーク、よくわからんけど。ラウンド新記録更新中。いやー、そうだね。そういえばそうだね。57枚しか行ったことないからね、ここ。だいたい疲れてやめちゃうんですよね、50ぐらい行っても。前57で剣で死んだのは思い出、懐かしいけど。はい、デビルエンさんいらっしゃい。定期的に眠気覚ましお願いします。いや、他の人が怒るからいいや。やめとくわ。アイテム強化って、アーニー強化ってあれなんだっけ、ダンスするやつだっけ。あれ、どうやってやるんだっけ、もう覚えてないんだけど。まだ一人で映画ですか。なぜバレたんだ。なぜバレた。600円ぐらいジャイアント。ああ、そうですね。単体発売やっと始まったんで。これラストチームじゃないもん。そうだ、これラストチームだな。じゃあシールドに行こうっと。今日65マスですかね。あ、なんで俺こっちから来た。まあいいや。彼女とのキスを友達の電話で邪魔された。それをここで言うか、それをここで言うか、勘弁してくれ。俺の心が痛いわ。初コメってことで、どうもこんばんは。アクアさんかな。アクアさん、どうもこんばんは。コメント初ことはあれかな、ちゃんと、ちゃんとじゃない、生放送いつも見てくれてたのかな。ありがとうございます。まあ、できればコメントもよかったらお願いします。ただこたん VS こもちママとか、まあ、見る見る見る。あれ、あれが楽しみだよ、ね。まあ、頼む、ただこ 3D みたいなまではやめてほしいけどね。100、1人映画はいいぞ。ぼっちちゃうんか。何の映画。いや、ただこと、ただこ VS かやこと、あとヒトラー、帰ってきたヒトラーっていう映画っすね。あ、2つあるんで、ちょっと楽しみ、めっちゃ。6月6日もう過ぎてるし、6月6日は。あなたの心にビジョンパルス。アーニーって100キルしてから3箇所のパーツの近くでアーニー投げそのままできる。あー、なんかあったな、全く覚えてないな、それ。ラギーロリーさんが、どうも。こんばんは、いらっしゃい。いいんじゃねえか？剣もたまったな。よし。早くダウンしろ。もうダウンしとるが、もう今日絶一回ダウンしてるし、もうこれダウンしたら終わりだよ。もう傷物語ディスかは分からんすね。まだ夏とは言ってるけど、夏じゃなくなるっていう話がもしかしたらあるかもしれないんで、なんか公開予定リストから名前が消えたっていう不吉ななんか情報が来てるんで、傷物語第2章がもしかしたら夏じゃなくなるかも。なんだっけ、傷物語の熱血編だっけか、あの第1章の DVD ブルーレイは7月27日だと思う。俺もうちゃんと予約してますんで、ブルーレイ。はい、かげろうさん、おやすみなさーい。おやすみなさい。田所さんかな、フレンドじゃない、間違えた。チャンネル登録ありがとうございます。感謝です。チャンネル登録とツイッターフォローがね、もう本当にただ助かります、真面目に。ありがとうございます。オーバーウォッチやってました。AX、マックスと、あ、もうこんばんは、いらっしゃい。
うん、俺もまあ名古屋の映画、名古屋ですらね、なんかね、変なとこって言ったら悪いけど、まあ、そこそこなんかちょっとマイナーな場所でしかやらないんですよね。109とか東宝シネマズとかでかいとこではやんないんで、まあ名古屋の人なら知ってるかもしれませんけど、伏見ミリオン座っていうところがあるんですよ、名古屋駅の、まあ、名古屋駅じゃない、名古屋駅の隣の伏見っていう駅の近くにあるんですけど、そこしかやんないので、ちょっとまあちょっと遠出しないといけないんだけど、物語シリーズ見てますよ。あ、でも最新の暦物語は見てないな。それ以外は全部一応見てます。彼女欲しい、いやそれだって俺は、俺でも欲しい、俺だって欲しいさ。はい、お酒落ちます。はい、大輝さんお疲れさんでーす。はい、ひろさんいらっしゃい、どうも。ラブライブサンシャイン、今日はアニメ PV。 サンシャインって何、7月からだっけ。いや、なんかなんだっけ、サファイアちゃんだっけ、なんだっけ、ルビーちゃんだっけ、なんだっけ、全くもう覚えてないけど、なんだっけ、ルビーちゃん、サファイアちゃん、なんだっけ、ダイヤがいたのは覚えてる、確か。なんかダイヤはいたのは覚えてる。オーバーウォッチは PC でやろうと思っております。初めて見るけど、なんか面白そうなところチャンネル登録します。ありがとうございます、元さん、ありがとうございます。すいませんね、こんなぐる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 回ってるだけの動画にチャンネル登録していただいてありがとうございます。アーニーに100キルした後ネロの手術してマネキンがかぶってる帽子。あー、ちょっと待って、それちょっと、今は待ってくれ。100キルは分かんないけど、まあ、とりあえずキルするか。終わった終わった終わった、危ない危ない、痛い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 、やばい、まずい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 。ああ、そのさ、短編集なんだ、こういう物語。なんだっけ、なんかしのぶちゃんのレギンスをなんかハーハーするアニメというのは聞いたんだけど、マジかい、見るわ。親指痛くならない、いや痛くはなんない。この配信が終わったのに来ました、どうもリアさん、どうも。何、またバンさんがやってた。いや、バンさんは違うか。剣溜まってるじゃん、よし。ダイヤとルビー、なるほど、なんかポケモンみたいになってきたな。今度サン&ムーン、誰かとコラボしないんですか。わかんないですね、コラボ俺なんかとしていただける方がいらっしゃったらマジありがたいんですけど、誰か参加募集しております。ちょっとちゃんまえさんとはもう一回ゲームをねしたいと、勝手に俺が勝手に思ってるだけなんですけど、思ってるので、もしかしたらちょっと俺の方からね声をかけて、もし都合が合えばもしかしたらある可能性も。他のゾンビの動画の人ともね、やっぱコラボはしたいと思ってるんですけど、なかなかね俺みたいなやつとコラボをしてくれるね優しいお方がいらっしゃらないんですよ。この3ラウンドか4ラウンドで、ね、死ぬねアホとはね、なかなかコラボしてくれないんで、ね、こうちょっとまあそれでもいいよっていう人がいたらよろしくお願いします。パナイノとか言って、デスティニーはやってますよ。で今最近やってないですけど、あの今度鉄の章が出るじゃないですか、あれが出たら全然やりますよ。忍が嫁のリアルさんは絶対見ると、まあ見るわ。まあ嫁は忍じゃなくてキスショットだけどな、まあ同じ人物。やべ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 、もう100キルぐらいしたんじゃないの、もうさすがに、あれだけあれば。なんか残ってるぞ、なんか物語は好きっすよ。忍はポケモンは実況しないです。俺ポケモンエメラルドまでしかやってないんで分かんない、最近のポケモン。相村さんおやすみなさい、どうも。ノア・ジェイとコラボ無理無理、まず英語わからん。落とし屋さんとコラボできるわけないでしょ俺が。
翔平さん、翔平さん無理でしょ。小鳥ちゃんに似てるポケモン、え、小鳥ちゃんで人間じゃないの？小鳥ちゃんで人間じゃなかった。ポケモンに似てるってなんだ。何ピジョットとか、ピジョットじゃないかな、ね、ポッポとか。ゾンビやってるけど、あの、おとげさんやってたけど、あの4人、いつもの4人でやってたの。よっ、ちゃんまいさん、動画でリアルさんといつかやれたらなって言ってます。マジっすか？マジっすか？それは嬉しいな。それいつ言ってました？それいつ言ってました？それマジっすか？めっちゃ嬉しいんだけど、逆に。もうちゃんまい先生、俺の師匠みたいな感じだから。この帽子うざったいな、ここ残ってるやつ。めっちゃ気散るんだけど、あれ。一番好きな虹キャラ、まあ今の時ショットかな。まあ時と場合により変わりますけども、マリーちゃんは 2.5 次元っぽいから、まあちょっと置いとくわ。 3D キャラだから、まあ 2.5 って感じでしょ、ね、貞子は完全 3D なんでまあキッショットじゃないのかな。よっ、まずにゃんこパンパンさんでまだやってるの、あれ YouTube まだやっとるの、あれ YouTube まだやってんの、あの人めっちゃ気になる。まだやってんの、あれ YouTube やってるなら、それはすごいけど、やってんのまだ、あれなんか一時期やってただけかと思ったけど、まだやってんの、あの人。僕とコラボしましょう。マジっすか？大丈夫っすか？クラウンさん、4人で38ランしかいない、自分の腕がひどいということがこの動画で分かった。いやー、まあ、あのね、はっきり言ってね、4人のが難しいんですよ、高ラウンドっていうのは。実際ね、1人の方がね行きやすいんですよ、ゾンビっていうのは。今回3回もダウンしてます。3回中1回はあのラウンド 3ラウンド目で死にました。またおなじみの低ラウンド死。デスニーはあれ、なんだっけ、あの、ノバボムとかサンシンガーとか使って、なんだっけ、あれ、ボイドとか、あれは、なんだっけ、あれ、タイタンじゃなくて、なんだっけ、タイタン、ハンター、あともう一匹、なんで俺自分の使ってるキャラクターの名前だけ思い出せないんで、タイタンとハンターを分かって、あれ AV 上じゃないでしょ。やめえやとか言って、変なことを発言しますが、にゃんこパンパンさんって胸あるほくろで AV 女優の人ってバレたんで、 AV 女優なあの人、え、マジな、え、うっそ、 AV 女優な、え、マジそれはガチ情報っすか、ガチっすか、それガチな、それ、え、ちょっとそれは知らんな、ガチ、え、ガチ。まあ4人だから人数分丸が分かるからね、このステージは逆に1人のはやりやすいっていう。アイドさんいらっしゃい。はい、アルドさんおやすみなさい。お疲れさんです。あ、ウォーロックだウォーロックだ、ウォーロックっすわ。まあ一応ウォーロック2キャラでやっておりますけども、まあハンターとかタイタンを増やしてもいいなと思ってますけど、増やすのは何がいいですかね。鉄の書が出るまでに一キャラ増やしとこうと思うんですけど、何がいいですかね。ウォーロックとタイタンどっちがいい、じゃあウォーロックとタイタン、ウォーロックとハンターどっちがいい、じゃあタイタンとハンター何言ってんだ俺は、タイタンとハンターどっちのがいいと思いますか。え、ガチなん、マジかよ。ちょっと名前教えて、ちょっと女優の名前教えて、見る、名前教えろ、
生教えて、生教えて。ツイッターとかでもいいけど、ツイッターとかあのプレイステーションネットワークのメッセージとかでもいいけど、教えて教えて。見る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 。食いついた。しまった。やばい。またやらかした。またあれじゃん。好感度下がるじゃん。やっば。またリアルの好感度下がるわ。またあれよ、その好感度下がるやつね。また女性リスナーから遠のっていう。いや見るだろうが、そんなの。そんなもん見るだろうが、そんな教えてくれたら。そんなもん見るだ。逆に見ない以外の手はねえだろう。はい、ケンケンさんこんばんはでした。やべ、また好感度下がるな。にゃんこバンバン増えない。マジなの？ガチなの？よいしょ。マックスアーモが出ないからラーニーが復活しないんだよこれだから DT は。やべやべ、バレてる。ガチ言い過ぎですよ。ガチなんです。ガチガチなんですから。まあガチガチになるかもしれないな、これから。あれ、ラスト1匹。あ、回っちゃった。ちょっと待って、ロボット呼ぶ。元の女性はいないから、こう、いや、男子リスナーの好感度も下がるかもしれない、もしかしたら。そろそろ丸さん湧くんじゃない？リアルさん、マジか、ごめん、許して。すまん、俺男なんだよ。すまん、許してくれ。頼む、俺を見せないでくれ。まあ後で調べるけどな。まあ後で調べるけどな。結構進んでますね。頑張ってます。今日65まで行きます。その人まず知らないいや、やたらと胸でかい COD のプレイヤー、なんか AV 女優らしい話になると。ツイッター送った、マジで。ちょっと待って、ツイッター見たい。あー、ダメだ。今こっちに集中しよう。また効果の差があるよ。あ、ニティ1ラウンドに1回ぐらい復活しねえかな、あれと同じ、グレネードと同じ。ラブライブの、ちょっと待って、あのサンシャインもちょっと後で見るか。またちょっとこの放送終わった後にちょっと雑談枠として、ちょっとラブライブを MQ、 何、タプレイヤーさん、なんだろう、ありがとうございます、フレンド。おい、ここでシールド壊れるけ、壊れるけってか壊れたか。やばい。あ、ロボットが壊れた。お、君もヨウム好きかい？名前教えて、女優の。調べろ。調べて、ここではまずい。ここではまずい。いや、高評価もあれ消したような気がするね。なんかコメントがうざったかったから消したような気がするね。
しまったか。俺ももうちょっと有名ならな、パンパンみゃんこさんとな、みゃんこパンパンなんか。やべえ、また好感度下がる、好感度下がるわ、ごめん、見せないでくれ。いかん、危ない。とうとうドストレートの下ネタ。何何言ったん、それは言っちゃいかん。自分初めてジャイアントをやったんですけど、イースターエッグが少ない。まああそこはもともとワールドアットにあったデアリーゼっていうマップのリメイクマップなので、まあなんときはないですね。まあアナイアレーターを作るのがなんか実際謎解きらしいです。ニアルさん自爆すぎる。下ネタやめとけ、下ネタやめとけ、モロの下ネタやめとけ、モロの下ネタやめとけ。なんだスカイアリー、あー暇人さんおかわり。そんないらないっすから、ファイアセルなんて。だんだん左手が痛くなってきた。右手は全然大丈夫、左手が痛くなってきた。男はみんな変態。そうだよ、青空さんの言う通りだ。逆に女を興味持ってないな男なんていねん。あ、いなくはないか。すまん、コムのことを忘れた。大体の男はな、女に興味持ってるんだよ。何が悪い。ついに開き直りを始めるっていう。大体シールドないから怖い。スカイアリーナ、なんだそれは。やべ。あー、ここでか、くっそー、しまった、シールドがなかったのはやられましたが、うわー、はー、やらかしい、マジかー、これ持ってたのにか、速攻死んだな今。早っ、23、今5発叩かれたから、はや、やば、何今の、早っ、やられましたわ、やらかしたわ、くそー、やらかしたがー、やらかしましたね。いやー、もうちょいいけると思ったんだけどなー、しまったなー、やらかしたー。空間電算アノックしたからまあいいや。いやー、来たー、苦しいな、すまん、すみません、ミスりました、おっぱいに釣られてミスりました。すいませんでした。